はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第37弾をお送りします。で、今回ね、この10個の単語やっていきますので、まあ、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番から早速ね、やっていきましょう。で、今回は1番から4番、まあ、セットですね。これ方角なんですけど、全部。まあ、ここからいきます。で、1個目がノースです。ノース。で、ノースが北です。まあ、どんどんこれ書いちゃいましょう。次、サウスです。サウスが南。で、次、イースト。イーストが東の、ウェストが西と。こういう風になります。で、ここですね。まあ、今までね、いろんな生徒を見てきた中で、結構わかんなくなるんですよ。この単語は知ってるんですけど、どれがどれっていう組み合わせがね、わからなくなる。特に、イーストとウェスト、ここがわからなくなる子は結構多いです。今までの印象からするとね。で、おそらく、この覚え方っていろんな先生が、多分ね、なんか、独自にというか、作ったの教えてくれると思うんですよ。で、みんなが今これで覚えてるっていうのがあるんだったら全然それで構わないです。そこから変える必要はないんでね。ただ、自分がね、中学の時に、誰だっけな、先生に教えてもらったんだっけな。それがね、すごい印象に残ってて、結構周りくどいんですけど、それちょっと一個紹介させてもらいます。で、どうやるかっていうと、これ、NSEW っていう頭文字あるじゃないですか。で、それをアルファベット順に並べるんですよ。で、一番早いの E ですよね。いけ。ごめん。E でしょ。で、次が NSW と。まあ、この順番になるんですけど、で、日本語で方角って東西南北って言うじゃないですか。で、それをね、スタートして東西南北なんです。スタートここから東なんですけど、東。で、後ろに行って、後ろから戻ってくるっていう。東西南北。まあ、これ一致します、これで。ね、わかるよ。回りくどいでしょ。回りくどいんですけど、自分もそれで覚えちゃってるんで、たまに、あれイーストとベストどっちだっけって不安になった時はそうやって思い出します。あとは、もう、ノースとサウス。こっちは自信があると。で、イーストウェイストだと不安やなっていう不安で、しかも、ジャニーズにちょっと詳しいというか、ある程度知識がある方だったら、ジャニーズベストって言いますよね。で、ジャニーズベストって関西ジュニアのね、方たちの、あと関西ジュニアでいいのかな？の集まりなので、だから関西の西なんですよね。で、ウエストってついてるんですけど。それで、イーストが残りの東っていうのを、でもいいのかなと。これね、昔に生徒が言ってたんだけど、それ。そうそう。ま、参考になるかわかんないですけど、まあ、もしよかったら使ってください。最初が東西南北です。戻ってくるとね。で、これせっかく方角をね、覚えてもらったので、セットで、ぜひ覚えてほしいのが、この後ろ、4つね。に、ERN をくっつきます、全部。ここね、ノースの後ろに ERN。全部です。あ、待ち待ち、知った。そうすると、ノーザン、サザン、イースタン、ウェスタン、みたいな感じになるんですけど、これで、北の西、あ、これ南の東の西のっていうのがくっつきます。例えば、北の地方とか、まあ、北のなんとかっていう時にね、これは北、南だけなので、これをぜひね、ERL 一緒にくっつけるだけなんで、覚えちゃってください。のがくっつきます、全部ね。では、5番ですね。まあ、5、6、まあ、R と L が違うんですけど、まあ、基本的には grass と呼びます。まあ、L の発音ちょっとね、変わったりしますけど、で、こっちの R の方の grass が、草です、こっちが。草。で、あっちのグラスが、まあ、ガラスとか、まあ、コップ使うときもあるけどね。まあ、ガラスとか。そういった感じで使ってください。で、今回、こっちのグラスも出したのは、複数形の方をちょっと覚えてほしくって、セットでね。複数形。このグラスに ES がくっつきます。グラスティーズですね。で、これで、これメガネって意味になります。グラスティーズ。これもね、ぜひセットで覚えちゃってください。ごめんね。で、次がリーフです。リーフ。で、リーフは葉っぱですね。まあ、つまり葉です。葉っぱ。で、これはね、複数形の形を覚えてほしくって、意味が変わるとかじゃないからね、こんな風に。そうじゃなくって、書き方なんですけど、
複数形ってまあ ES とか S をくっつけるじゃないですか。でもリーフに関しては F が V に変わって ES がくっつきます。リーブスっていうんですけど、まあ、この F がね V に変わってっていうのは結構出てきます。あの命っていうのライフとかそれでもそうなんですけど、なんでこの変なんだろう、変化の形だね、もう一緒に覚えちゃってください。で次がモーメントです。モーメントで、モーメントはモーメントで瞬間で、ちょっと長いですね、最後2つ。で、まず9番の方が、パティキュラーです。パティキュラー。これ、アクセントが、T に来ます。パティキュラー。で、意味が、特別なと、ね、いう意味になります。パティキュラーで特別なです。で、ラスト。これもアクセント、気をつけてください。これ、最初に来ます、ここ。インフルエンスって言います。インフルエンス。で、インフルエンスは名詞と動詞の意味があるんですけど、ひとまず名詞の方を覚えておくと、セットで、あのね、動詞の方も覚えられます。ごめん、ちょっとね、喉がね、すっごいちょっと痛くって、よいしょ、詰まっちゃってね、喋ると。入ったかな？あ、でもね。ひとまず、インフルエンス。で、影響っていう意味を覚えてください。で、その動詞バージョンが影響を与えるなんですけど、まあ、影響を覚えておけば、そこまで困らないと思います。ただ、動詞としても使えるんだっていうのを、ね、頭の片隅に置いといてもらえればと思いますので、ひとまず今回ね、この10個、ぜひね、覚えてみてください。よし、じゃあ消しましょうか。あーっと待ってね、いいんだ。青も消せばいいから。で、今回ですね、まぁ、ちょっと日が空いてしまったんですけど、37段やらせてもらって、これですね、ひとまずこの英単語の方は、40段で一旦終了しようと思います。なので、まあ、400単語ですね。まあ、キリがいいっていうのもありますので、あとはちょっと違うシリーズをね、ちょっと重点的に今撮りたいっていうのもあって。なので、あと38、39、40なんで、あと3つか、やっていきますので、まあ、ぜひね、普段使っていただいている方は、このまま見てもらえたらと思います。まあ、多分最後の動画とかでも話すと思うんですけど、まあ、400単語でね、もちろん、高校受験とか、まあ、足らないです、正直言えば。足らないですけど、でも、大事な単語ね、いっぱい取り上げてきたので、まあ、これで、覚えてもらったものはね、こう、皆さんのちょっと力になって、まあ、少しでも、英語がね、解けるようになったとか、例えば、長文がね、少し読めるようになった、なんてことになったら、嬉しいなと思いながら、あとね、3本取っていきますので、もしよかったら、次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。